フラッシュボディービル部。さあ、お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。本日はちょっと場所が僕の自宅ということでまあね、主におしゃべりメインで撮らせていただきたいなというふうに思ってます。博さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、皆さんもうすでに気づいている方いらっしゃると思うんですけど、ネジがクソ痩せましたキャプテン村氏がめちゃくちゃ痩せて、はい、僕ちなみに3キロ太ったんで、ほとんど俺と変わんないっていうね俺今77キロぐらいあって、はい、今 何キロから何キロまで落ちたの？まず正確な数字で言うと、112キロあったんですね、うん、112キロあって、うん、今83キロ30キロ、はい、30キロ。何ヶ月で？厳密に言うと、うん、4月からなんで大体5ヶ月なんですけど、うん、体重がちゃんと落ち始めて30キロ落としたのは、うん、本当にこの3ヶ月ぐらいですね。メキシコ行った時はさ、うん、だって普通にまだね、はい、結構がっしりしてたじゃん。あんまり変わらなかったですね。で、夏ちょっと1、2ヶ月合わなかったら、ものすごいシュッとして顔がまずめっちゃ男前になってない？一体何をしたのだって、はい、相当じゃない？そうっすね。30キロ痩せるってちょっと尋常じゃないよ。小学校2年生1人いなくなってるもんようなもんだからね。確かに、うん、食事は、以前僕が、指示させていただいた、うん、炭水化物は取らないで、うん、タンパク質と脂質を、まあ、中心にたくさん取ってくださいねっていう、まあ、いわゆるケトジェニックダイエットのような、うん、ものをしていただいたんですが、その食事は継続ずっとしてたんですか？そうですね、母さんから、まあ、こういう食事ルーティーンでっていうやつは正直、うん、途中からだいぶ無視しちゃったんですよ、うんうん、っていうのも、1日のルーティーンでこれ食べてあれ食べてこれ食べてっていうのが全部決まってるんで、うん、毎日それを食べなきゃいけないことになるわけで、うん、2、3週間も頑張ったんですけど、うん、いやちょっとこれ毎日同じのきついなと思って、うんうん、まあ、相談もしつつ、うん、例えば麻婆豆腐だけ食べるとか、うんうん、脂質は高いけど糖質は低い食事、うん、で唐揚げもちょっと衣をペッてやって食べるとか、うん、もう本当に そこだけ徹底してとにかくお肉ばっかり食べてました。もうご飯食べたいですいやもう週に1日とかあったら全然食べても、はい、だってもう3ヶ月4ヶ月でもこんな30キロも落ちたんですから、うん、1日で崩れるってことはないんで、うん、気持ち病んじゃうぐらいだったら週末に食べてよし頑張るぞ来週もまたやりきるぞみたいな仕事も頑張るみたいなそういう風になるんだったら全然食べた方がいいしむしろ食べてもらいたい、はい、なるほどなるほど思いますね僕は。じゃあこれからはそういう風にちょっと1日は、うん、フリーな日というか好きなものを食べる日を作りながら、はい、最後継続していくとそうですね。で現に今ちょっとお通じの方が止まってるっていう話も聞いたんですけど、2、3日ですね、うん、はい、ストレスってトレーニングパフォーマンスにも影響出るし、うん、体のコンディションむくむし、はい、お通じも影響出るんで、はい、チートデイを入れるとまた気分が上向きになってお通じも良くなるっていうのも全然あるんで、ぜひ入れていただきたいなと思いますね。さあこんなに落ちると思わなくて、まずひげ剃ってらしたんで、あそう、まあ、これそう爽やかだったよね。そうこれはあれ誰だって思って、あネジさんかってことで、ちょっと武将髭はちょっと正直ちょっと演出ぶっちゃけ入っちゃってるんですけど、うん、その、うん、やっぱこんだけ痩せたら、まあ、一回スッキリしてみようみたいなことで、今の方がいい。トレーニングはどんな感じで今継続されてるんですか？もう本当に5分割を教わって、うん、原田さんから教わりまして、うん、でそれは基本的にもう続けてやってはいるんですけど、はいはい、これ本当に何ですか、僕の自分の性格上、うん、あんまりそのネガティブなことを考えないタイプだなって自分で明るいねお前思ってはいるんですけど、うん、なんか筋トレ始めてからネガティブなこととかすごいメンタルが気になるようになってきて、うんうんうん、それにすごく左右されるというかトレーニングが、うん、まあ、基本はダイエットしてるんで、はい、食べれるものが制限されるので、はい、そういう精神的な揺さぶりっていうのはありますよね。気にも留めなかったようなことを、はい、やっぱ僕そのダイエットしてるときなんか気になったりするんで、はい、そういうメンタルコントロールがうまくいくと、はい、ダイエットもうまくいく方向になりますよね。あと俺一個さ、はい、
これあった方がいいんじゃないのかなと思ったのが、はい、素人ながらね、やっぱりさ、何か目標に向かってその体をボディメイクしていくって、はい、すごいいいモチベになるじゃないですか。確かに大事です。やっぱそのね、ボディメイクやるっていうからには大会に出てるネジが見たいのね。あ、ちょっとね、はい、まだ始めたてでさ、そのね、プロの方からしたら何言ってんだよって思われるかもしれないけど、はい、そのね、なんていうか、目標がある方がそこに積み上げていくモチベになると思うの、はい、何もない状態でずっとやるよりは、はい、これに向けてみたいな、俺すごい見るんですよ。それこそその筋トレ系の、ね、YouTuber の人、俺マジで本当に見てるから、そこに向けてわーって積み上げていって、終わった後のあのカタルシスの解放みたいなのってあるじゃないですか。ありますね。一気にもう、あ、もうやりきったぞみたいな。トレーニングしてない俺が何を偉そうに言ってんだよって思われるかもしれないけど、おすすめの大会というか、素人の人とかでも、はい、ちょっとチャレンジできそうな。あります。あ、あります。もちろんあります。今撮影してるのが9月の5日、うん、はい、なので現実的に考えられる出れる大会は年内だともう来月になっちゃうんですよ。来月の大会、うん、なんでちょっと間に合いません。さすがにちょっと難しいか、はい、マッスルゲートっていう大会があるんですよ。マッスルゲートマッスルゲートっていう、筋肉の門門です。本当に登竜門みたいな。本来は初心者の方ウェルカムどんどん来て参加してっていうような大会だったんですが、うん、それ毎月あるんですよ。1月、2月、3月、5、6、7、8、そう、そのマッスルゲートが、年明けにもあるので、うん、そのマッスルゲートに出るってのは一つ思いついたんですが、あまりにも競争率が高すぎて10人体制で深夜の0時回った時にボタンポチポチって、まあ、ジャンプしないと。そうです。もうエントリーすらできないっていう、それぐらい競争率高いんで、それで出れませんでしたっていうのはもうつまんないじゃないですか。確実に出れる大会が東京オープンっていう大会があります。なんか聞いたことあるんですよ、東京オープン。芸能人の方とかお笑い芸人でトレーニングしてる人だとか、例えばオードリーの春日さんだったり、それこそ中山きんに君、きんに君さんも東京オープン出られてます、うん、で東京オープンっていうのは、東京で開催されるオープン大会のことなんですけど、うん、基本的には誰でも出れるオープン大会っていうので、本当は東京に所属しているジムに登録している人じゃないと出れなかったりするんですが、うん、オープン大会なので誰でも出れるんですよ。それがオープン大会の中でおそらく一番でかいで、注目度がすごく高いんですよ。はいはいはい、はい、それが来年の5月。はい。で、もう一つは神奈川オープン。それがもうほぼ1年後ですけど、7月、8月にあるんですね。そのオープン大会、基本的には初心者大会です。まあ分かりやすく言うと、まあちょっとたまにお前オープン選手、オープンに出る選手じゃないだろっていうような人もいるんですけど、うん、基本的には初心者の方が多く出るビギナー大会のような位置づけなので、その2つ大会いいんじゃないかなと。はい、東京オープンいいね。来年の5月だったらさ、はい、ちょうどあと半年ごと。そうですね、半年7、7、8ヶ月ありますね、はい、がっつりやって、はい、そこを目指して。そうですね。あとそれまで結構期間あるじゃないですか、うん、パワーリフティングっていう手もあります。パワーリフティングっていうそのビッグ3、ベンチプレス、スクワット、デッドリフト、この3つの、種目の合計重量を競う大会っていうのも、あって、それが11月にあります。それは現実的にキャプテンブラッシュ出れるんですか？出れます、出れます。その手もあるんですけど、ボディビルとなると来年まで結構待たなきゃいけない。なんかでもさ、その正々堂々さ、はい、そのエントリーもちゃんと、いや、ね、勝ち取らない。なんかその YouTube やってるからとかでも嫌じゃん、はい、そこから気合入れてきたよね。はい、そうですね。やっぱね、確かにずるしたくないじゃん、はい、パワーリフティングに関しては、これ正直今の状態だと、うん、お話にならないなとは思います。はっきり言うと、あ、もうレベルが違う。レベルがちょっと多分どんなもんか分かんないんですけど、うん、初心者の方しか出てないとかだったら話は違うと思うんですけど、うん、やっぱ絞るの目的でずっとトレーニングしてたんで、うん、あ、まあ体重をね、はい、減らしてるからね、はい、重量を上げるトレーニングっていうのをやっぱやってから、もちろんそのでかくしたいんで僕も、うん、でかくなるためには多分そういうトレーニングも入れていかなきゃいけないんですけど、今はしてないので、うん、多分今やったらただのヘナチョコがなんかやってるだけになっちゃうっていうか、遊び半分みたいになっちゃうもんね。そうですね、まあ、周りに迷惑かけちゃうんで、うん、まあ、出るとしたら来年ボディビル出た後とかやってみたいなと思います。素晴らしいですね、はい、真摯に向き合ってますね。そうですね。
で俺もなんかこんな偉そうにネジに、ね、そう言ってるだけじゃちょっとあれだから、はい、今俺体重77キロまで増えちゃったので、こんなねなんかボディービルブーとか言ってんのにこの動画撮り始めてから俺4キロ太ってんすよなんで情けないから俺も70キロまで落とす。おお、そのネジがボディービルの大会で2月までにもう70キロまで落ちなかったら俺もう坊主にします一生坊主にします生涯それぐらいの強い気持ちで、だってお前3ヶ月で30キロも落としてさ、はい、半年で7キロ落とせなかったらただの怠惰の男じゃん。ちなみにその痩せるための食事とかトレーニングとか一緒に、あの週今何で行ってる？でも一応週4から5くらいじゃん、はい、それも無理だから週2ぐらいで行く、はい、俺も。本当ですか？本当に行く本当に行くです。マジで一緒に頑張ってるぞっていう。あとシンプルにおじさんになってきて肩こりが尋常じゃなくて、それを直したい、長生きしたい。そうそうですね、長生きしたいじゃないですか。はい、まあ、トレーニングで肩こりももちろん解消できますので、うん、もう誓う俺もうここ7年ぐらい70キロまで落ちてないけど70まで落とします。マジで絶対いきます。7キロダイエット2月まで、はい、もう出れたとしたらその大会の当日までに、ネジも多分70ぐらいまで絞るでしょう。まず70キロは一つ目指したいところではありますね。まだ筋量これからですもんね、多分でかくしてくっていう、うん、でかくしようっていうトレーニングをせずに、まあ、その時期を過ごさずいきなりダイエット突入したんで、はい、まあこれは仕方ない、うん、受け入れるしかないです。はい、お互い目標に、この70、はい、ね、まあ、ダイエット、これは、はい、ネジはその大会に向けてボディメイクをしていくと。はい、なんか目標が決まるといいね。ふわっとやってるよりさ、見てる人たちもさ、このぐらい の日付を目標にやってるんだと。目標がないとこんなできない。できないですよね。コロナで大会が全部なくなった年があって、うん、2020年なんですが、うん、ダイエットもしないで出る大会もない、うん、だともう本当にふわふわしてて、絶対に大会というか期日を決めてやるのはいいです。これからの俺とネジの暮らしは、ネジは引き続きトレーニングする、はい、で食事はお互いこれからもう今日、はい、今日の昼から、はい、まあ、この後月見バーガー10個食うんですけどそれはちょっとしょうがないとして、はいはい、あのお互いレコーディングダイエット、あのお互い送り合おう。あ、わかりました。食べたの全部、はい、そうしました。そう、これ食べました、はい、これ食べました。いや、あれちょっと振ってもらわないと脱いだ方がいいんじゃないかって勝手に思っちゃった。あー、でもなんで？あ、今仕上がってる。そう、ちょっと見たいっすね。見たい。じゃあなんかそれは、はい、そのプロの体を見せてっていうのはやっぱ素人からしたら失礼じゃん。まあまあそうですね。野球選手にさ、ボール投げてくれって言ってたもんだから。はい、赤さん、見せてくださいぜひぜひ。そんな見たいっすよ、だって。確かに今はだってもうね、もっと欲しい。いやすごい、やばすごい、これが本気すごい、脂肪が全然違うちょっと見たいかも全然違うマジかよ。いや、でかうわでかちょっとお腹触っていいですか？うわ、すごい、すごい、えぐっ。怪我してここら辺全然力ないんですけど、うん、いやでもこっから水抜きます。これが大会前の俺、でも今までのさ、はい、トレーニング一緒に、ね、見させてもらってたけど全然違うわ。今93キロぐらいで、うん、試合当日が多分91ぐらいになるのかな多分。すごい。一個一個でかいですもん。でかい。胸が見たことない俺。何この胸筋。見たことないこんな厚みのある。なんとか無事に大会出れればいいですね。ちょっとこの後 MRI 取りに行くんですけど。ちょっとね。怪我だけちょっと。今週末の大会で評価されると12月にある。ボディビルの世界選手権選考されるんで、そこまでは無事に今年やりきりたいなっていう。場所はどこであるんですか？有明です。日本開催なんで今年頑張って狙ってるんですよね、うん、それって普通にその羽賀さんのファンの方とか僕たちの視聴者の方とか行けます。見に行きたい、見に行きたい。羽賀さん、もし万が一それに出場できたら
ね、応援しに行きたいですね。ぜひぜひ。チケットをね、まあ、どういうふうに買うかまだ分かんないですけど、まあ、日本開催なんで全然行けるはず。応援だったら。ぜひ。ということで、じゃあ我々は目標も決まったということで、はい、本当にね、怠惰でジュースばっかり飲んでるんですが、本当に今日から見てください、この目を。気合い入れて取り組んでいきましょう。はい、引き続きまたね、ハガさんにはアドバイスをいただきながら、もちろんね、その僕たちもハガさんを応援しつつ、頑張っていきましょう。いきましょう。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。タコジムでは完全個室でパーソナルトレーニングを受けられます。痩せたいのに痩せられない、ジムに行ってもマシンの使い方がわからないなどの悩みにお客様一人一人に合わせて対応します。トレーニングについてお悩みの方はタコジムへお越しください。理想の体を手に入れて、あなたの人生に輝きを。タコジム。